本日2024年7月の3日、本日加古川の河川を撮影していまして、帰り、三田駅でおりまして、こちらの、山田川という河川ですね、まあ、向こう側とつながる河川なんですけども、まあ、上流に山田ダムというものがありまして、まあ、ちょっと今日、撮影してから帰ろうかなと思いまして、山田川と、あちら JR、今電車が通ってる音ですね。まあ、道場駅のところにですね、JR の、まあ、河川水門開式玉発電の貯水をして、まあ、水位がどのあたりに来るかということになってくるんですけども、まあ、あのあたりまでは大丈夫、あのあたりに門を作っておけば、まあ、大丈夫なんじゃないかなと思われます。で、まあ、河川の底を、まあ、少し、整えた方が、まあ、良さそうですね、コンクリート化など。こういうふうな、なだらかな状態で、上流の方まで続いていくんですけども、まあ、そちらの方、道をたどっていきたいなと思います。あちらが次の橋なんですけども、まあ両サイド、屈強そうな、木とかが、ありますね。電信柱に使えそうな。神戸電鉄も、この方に向かう列車に関しては、電信柱、ほとんど 99% 以上が、木の、電信柱を使用しています。ああいう風な木とかを、まあ、活用してですね。まあ、いろんなところの電信柱の代替は木で十分ですね。なかなか老朽化しないみたいですよ。長年神戸電鉄使用されてますんで。あちらの木ですね。ちょっとまあ見えにくいかもしれませんけども、あの木ですね。この辺りもかまど発電とか始めてもらったら、あちらでもまあ枯れてる木がありますが、ああいうふうに、まあ、少し山の中入っていったら、倒木とか、流木とか、流木はまあ河川の底の方ですけども、まあ、基本的に倒木とか枯れてる木がたくさんありますんで、まあ、そういったもので、まあ、どっかこの辺りの民家の方で、売店目的で、かまど発電、冬場でも行っていただけたらなと。まあ、そういうふうな家を、こういう山間部のところで、点在して、まあ、かまど発電していただける、家庭を、増やすと、まあ、そういうことですね。こちらが、まあ、3つ目の橋ですね。で、まだなだらかなので貯水したらまだ、上流のところまで水が貯水できると思います。まあ、どの場所にその門を設置するのかというところですね。あと高さをどれぐらいにするのかという部分ですね。畑の方の、水があふれかえっても問題ですので、ある程度の高さにすると、まあ、こういうことになってくるかと思うんですが、まあ、あちらの方からちょっと、段がついてきたりとか、まあ、そういうふうな状況ですね。枯れてる竹とかたくさんありますね。この中に、まあ、倒木とかも混ざってますね。もうちょっと上流まで行ってみたいと思います。あたりも一本物の良い木がありますね。まっすぐ伸びた電柱とか柱だとか、そういったものに使える木が。まあ、今日も加古川編を撮影してましたけども、まあ、あちらとこちらは別という形で、向こう側と加古川は違いますので、まあ、あちらの方でもたくさん、何百本何千本と、まっすぐに伸びてる木が、線路沿いに両サイドにたくさん、立っていました。能登半島の花水町などに撮影行った時の電車の中から、まあ、見えていた風景と似てますね。この辺りも整形して水車にしたいですね。真ん中に水を集めて、まあ、高さ20センチか30センチぐらいの V の字型にしといて、まあ、真ん中に水が集まるような形にして、で真ん中にこう水路を作っておくと、ちょっと深く掘ってと、それで水車が、回りますんで、
あちらのダムは真ん中のところに水を集めて両サイドを閉門しておいて、まあそういう風な形の方がいいでしょうね。あとこちらの方からも水流れてきてますね。ちょっと水の使い方がもったいないですよね。真ん中に集めといて下に水車を設置しておけば、であと水路を、真ん中に、引いておくと、真ん中のその下の水路のところにも水が当たって、水車は回るようになりますんで、その両方なんですよね。でこれかなり近づいたら分かるんですけども、サイドからも出たりしてるんですよ。だから水の出てくる場所を一箇所にしていれば、まあ晴れの日でもまあそこそこ水車で発電できそうな、まあ状況ですね。上の方だけちょっと加工して、手前の方に台をつけて水路をつけて、で真下に落下してくるような形に、加工してみたら、良いかと思います。先ほど撮影してた位置があちらなんですけども、こちら脇道入っていて、まあダムの上流の方にダムのところまで道続いてるんじゃないかなというところなんですけど、やっぱりまあ倒木とかたくさん落ちてますね。足元とかもそうですよ。枝とかが、たくさん落ちてます。でまあ地面はもう完全に濡れてますね。こけないように、気をつけなかったら危険ですね。ここにもやっぱり倒木が真ん中のところですけど、まあ、あちらも倒木がいっぱいあります。あとまあ一本物の良い木が、あとまあ流木ですね、いっぱいありますよ。こちらはこちらで結構水流れてますね。別のところから水が流れてきてるような形ですね。もうこの辺も地面完全にどこから水が流れてきてるんでしょうね。倒木だらけです。本当にもったいないですよ。乾かして薪とかで使わないと。あちらもなんか水出てますね。あちらは滝になってるので水車に加工したいですね。あれだけの水の量あったら、あれだけ落差あったらそこそこ発電できると思いますよ。で水がすごくずっと流れてますね。この道自体が晴れてるのに。もう今日は7月らしく最高気温が昨日の予報では32度神戸市内で、そういう予想だったんですけども、まあ昼間一応私が河川撮影しに行ったところなどだいぶ明るくなってたんですが、先ほどの滝のところとは別にありますね。ここも倒木大きいのが落ちてますね。鴨田発電困ることないでしょうね。麓にあった農家のご家庭の方が鴨田発電始めたらいくらでもありますから。まあこちらも河川の底どうなんでしょうね。コンクリート化してるのかしてないのか、しておかなかったら水がもったいないですからね。本当に帰りも下り坂気をつけなかったら起きないように、あちらの方から水流れてきてますね。本当に倒木多いですよ。あとこういうふうに枝がもうずーっと落ちてます。これ全部かき集めたら相当な量になると思いますよ。ちょっと一旦電源オフにしますね。だいぶ上り坂急走なので。こちら耕作放棄地のようですね。水源がすぐ近くにあるので、あと、まあ、水が基本的に溜まっていたりだとか、だいぶ、
畑とか耕せそうですね。もったいないですね、この辺り。すぐ近くなのに。あとまあ倒木。ちょっと一旦電源オフにして。大きな倒木がありますね。転がってます。それとこの道行ってもゴルフ場に出ていくだけで先ほどの山田ダムにたどり着けない可能性がありますね。先ほど地図で確認したんですが、高さ的にはもう高さ超えてると思うんですよ。しかしこの辺り本当に多いですね。この木もすごく大きいですよ、この倒木。こちらの下の倒木ですね。いくらでも乾かせば薪いっぱい手に入りますね。あと斧で木を切ったりだとか。最初から折れて放置されてる倒木はたくさんありますからね。まあ、切った後かもしれませんけどね。あれは切った後ですね。これは倒木になる前かな。こちらは倒木ですね、完全に。この白い道、濡れてたらこれ大変滑りやすいんで、気をつけなきゃならないですね。向こうの方が、何かこう道が開けてるように見えるんですけども、水の音とか全然聞こえないですからね。ダムじゃなさそうですね。もうちょっと歩いただけでこの高さですよ。かなり登ってきてるんだと思うんですが、もう多分時刻18時回ってるぐらいだと思いますので、ある程度のところで引き返します。完全に真っ暗になったら帰るとき危険なので、ちょっとダムは見えなさそうな状況ですね。もうこれぐらいで引き返します。まあ、とにもかくにもこの道、倒木だらけですね。戻ります。